ハンス・クロセ・ハンス・クラーサは、ボヘミアの作曲家。プラハ出身。チェコ系の父親は弁護士で、母親は、ドイツ系であった。幼児期に、ピアノとバイオリンを学んで、プラハのドイツ音楽アカデミーで作曲を学ぶ。卒業後は、ドイツ国立歌劇場の声楽コーチを務め、同歌劇場の音楽監督ゼムリンスキーと出会って、多大な影響を受ける。1927年に、 セムリンスキーを追ってベルリンに移り、同地でアルベール・ルーセルに紹介される。ベルリン時代にたびたびフランスを訪れ、ルーセルの指導を仰いだ。フランスではラベルのサークルから指示されたと言われる。やがてプラハに戻り、プラハ国立歌劇場の声楽コーチ職に戻った。作曲家としては、1920年にクリスチャン・モルゲンシュテルンの死による4つの 還元楽伴奏歌曲によりデビュー、発表後まもなく幅広い賞賛を勝ち得た。もう一つの大作は、1938年に教育賞により主催された作曲コンテストのために書かれた児童オペラブルンジバル・ブランディバーである。台本はアリストパネスの儀曲に基づき、友人のアドルフ・ホフマイステルによって作成された。ブルンジバルの完成後、 1942年8月10日に、ナチスにより拘束され、テレジエンシュタット強制収容所に送置される。ブルンジバルは、書内で改定された後、そこで55回の上演を見た。クラーサは、テレジンに隔離された年代が最も実り豊かな時期であったが、過酷な環境のために、いくつかの作品が失われた。1944年10月にアウシュビッツ・ビルケナウ。 強制収容所に送置され、若者ではないので強制労働に向かないとの、口実からガス室で処刑された。ありがとうございます。